どうも、うずです。今回は SIM の話したいと思います。結構ね、リクエストとか要望も多くてお話をしてほしいっていうことだったので、ちょっとね、話すよ。で、特に今撮影してるのが3月の頭なんですけれども、もうすでにね、新学生の方とかね、新卒の方なんかはスマートフォンとか、まあ、自分の携帯ツールなどを用意してる方も多いと思うんですが、まだされてない方もいるかもしれないし、来年、再来年も役立つ情報になるかもしれないので話させていただきます。ちなみに私はソフトバンクの iPhone 6 Plus これを使ってるのと、あとは SIM フリー端末Zenfone 2 Razer をソネットのね、プレイ SIM っていうのを今入れて使ってます。2つだから使ってます。まあ、その中でちょっと話すのと、あとちょっとね、参考にしてる本がありますので、その本に沿ってお話したいと思います。まずはキャリアのスマートフォンから格安 SIM に変えて使うと実際料金が安くなるのか。これはね、ほぼ安くなるケースの方が多いです。ただ格安 SIM の方が安くなる条件、これが結構はっきり出てまして、通話をあまりしない人、これは間違いなくお得です。目安で言うとね、1ヶ月に80分以上通話する人は高くなるような話を書いてありました。で、これがなんでかっていうと、だいたいキャリアのスマホっていうのはかけ放題というのはついてます、今のね、契約条件で。そうすると電話でね、同じキャリアだったり、まあ今は どこでもいいのかな、どこでもかけ放題で、確かね、基本料金2700円でどこにかけても通話料金が発生しない。これが一番ポイント大きいんですけど、格安 SIM の方にはそれがほとんどないんです。30秒で20円ということなので、もう長時間話される方、例えばうちの妻なんかは本当に平気で電話なんかすると2時間以上通話し続けることがあります。危ないっていう話になるんです。それなので、まず第一条件としては、格安 SIM を選ばれる方は通話があまり多くない人が間違いなくお得です。その料金に関してざっくりとした話をしますと、例えばキャリアのスマホを使う方っていうのは、まあ、安く考えてそのかけ放題っていうね、まあ一番のそれがメリットだからかけ放題を加えるとします。で、そのかけ放題が2700円で、2ギガぐらいのデータ容量を使えるパケットプランというのが3500円なんです。だから税別価格で6200円はもう最低かかると思ってください。これ最低ラインだよ、それにちょこちょこつくからね。でも格安 SIM の方は、例えば IIJ インターネットイニシアチブジャパンっていうのがあるんですけど、ここだと音声付きでミニマムスタートプランっていうのがあって、3ギガの容量のパケットが使えるんですけど、なんと1600円ですね。もうこれびっくりでしょ。大手キャリアが6200円とかでやってるところを、こちらの格安 SIM1600円で音声付きで、しかもパケット容量3ギガ使えちゃうんだよ。これはね、安すぎるってぐらいだよね。いや、高すぎるんか、お前高いっていう話なんですけど、ただ先ほど言ったように通話に関しては30秒で20円かかってきますから、電話がやたら多い人は注意が必要です。ただ先ほど私こちら格安 SIM 入れてるとは言ったんですが、データ通信専用なので音声はあえて使えないようにしてます。怖いからね。まあ、実際ね、今ここでドコモの iPhone 料金シミュレーションというのを試してみても、まあかけ放題プランね、かけ放題プラン2年間の定期契約ありっていうのを選んでみて、データ S パックっていうのを選んでみると、やっぱり6200円税別でかかります。で、仮にこれかけ放題プラン5分以内の通話なら国内通話無料っていうのがあるんですけど、これを選択すると1700円になるんですが、その代わりデータパックが M からしか選べなくなってます。そうすると結局データパックが5ギガの5000円ですから、6700円じゃん高くなるじゃん。あ、ちなみに今回この話してるのはシェアパックって言って、パケットを分けられるような話を一回省いてます。もう分かりにくくなっちゃうでしょ、こう話してると。あくまでシングルの人、一人の人ね、を対象にちょっと話してます。まあ、ともかくね、大手キャリアの通信料金は高いってことだね。でも高いんだけど、電話を良くする人にとってはこっちの方が安くなるから、一概ね、高い高いって言えないの。まあ、でも難しいよね、通信網自体。まあまあいいやあんまね、深い話はやめとこう。ツッコミ入れたい人も出てくるかもしれませんが、そこはちょっと飲んでください。まあ、料金の話はざっくり言うとそんな感じで、じゃあいざこちらの格安 SIM が使えるスマホに変えた場合、キャリアのスマホと何が変わってしまうのかってところなんですが、ほとんど違いはないです。ドコモ、au、ソフトバンクなどのキャリアメールっていうものが使えなくなります。ただこれはね、大きいことじゃないよね。今だって G メールとか LINE とか、もう本当に通信手段とかね、メール、そういった手段がいっぱいありますから、キャリアメールってもうほとんど重要性ないと思うんですよ。昔は重要でしたけど、だからそこのデメリットも少ないです。乗り換えやすいね。で、よく言われるのが、スマホの実際パケットって2ギガとか5ギガとかいろいろ言うけど、どれぐらい目安にすればいいんですかっていう質問が多いと思うんですが、
おおよそ統計を取った中では3ギガ以内で十分だそうです。私はだいたい5ギガオーバーしておりますが、ネットすごい使うからね。なんですけど、ほとんどの方は3ギガを超えるっていうことは月ではねあまりないみたいです。安心してください。あとはよくあるご質問なんかだと、電話番号が引き継げるのか。電話番号は MNP ナンバーポータビリティは対応してます。だから手続きさえしっかりすればそのまま引き継ぐこともできます。でこれに合わせて LINE とかも心配される方多いと思うんですが、 LINE は別にキャリアの携帯をね変える場合でもそうなんですけど、事前準備して、まあこれ LINE だけじゃないよ、あの LINE だけじゃなくて自分が使ってるサービスは自分でちゃんと確認して、事前に何をしとかなきゃいけないのかをやっておいてください。そうしないとね、あのデータの引き継ぎがめんどくさくなることも多いです。特に LINE 使ってる方多いと思いますから、携帯を変えるっていう手順がちゃんと載ってますから、それを見て行っておいてください。そんな感じですごく簡単ではありますが、キャリアのスマホから、格安 SIM のスマホに変えた場合どんな感じになるのか、あと料金のお話というのをこの動画ではさせていただいたんですが、続けてあのこの次にねまたもう一本動画撮りますので、ちょっと分けます、長くなっちゃうから。この次にやるのは格安 SIM 一体何を選んだらいいんだろう、どんな特徴があるんだろうっていうところで、私が知ってるものをいくつかピックアップしてお話したいと思います。ほんとね、今数めちゃくちゃ出てるからね、みんな迷っちゃうね。ということでこんな感じで動画をやってますので、もし他の動画を見ていただいて私のチャンネルが気に入っていただけましたら、ぜひチャンネル登録の方下の方からタップやクリックしてお願いします。まあ、登録しなくても見られるんだけどねではまた別の動画でバイバイ。ほんと今ねスマートフォンいろいろね変わってきてますよね。またで本体の料金も今総務省の方から指摘を受けていて、実質0円での販売とかそういったような案内をしないようにっていう、まあいろいろね出てって、今中古携帯が熱くなってたりとかそういう事情もあるんですが、でもお店とか行くとよくわかると思うんですけど、実質ゼロじゃないけど0円っていうなんか表記いっぱい書いてあるの気づきます？あれどうなんですかねあんまり私がそういうこと言っちゃいけない立場かもしれませんが、まあ、国で言ってることと実質やられてることのチェックができてない不甲斐なさ、ほんとよく見て指摘してるんでしょうか総務省の方って思いました。